はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はバキーキングオブソウル動画撮っていこうと思います。ということで、行くんですが、まあ、2月新キャラですね。これ、オリバか？許してほしいと、勘弁してくれと、君の口から告げるのだということで、まあ、ちょっと見ていきましょう。そう。究極の筋肉、オリバだね、やっぱ。はい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 、地球誕生以来。最強のぶん殴り合い。え、オリバ登場と。おお、これはよく動くオリバだね。新星7ビスケットオリバ、登場だよということで。なるほどねと。まあ、ちょっと見てみるか。ガチャについては、ああ、まあ、とりあえずこの無料のやつしか、このいつも引けるやつしかないか。まあ、とりあえずオリバピックアップしといて、他もね、とりあえず新しいものから選んでいきましょう。はい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 。まあ、選ぶものが多い割には、いつも弾けるやつだからね。そんなにね、いいものが、出てくるガチャではないけどね。ほい、じゃあ、とりあえず弾いてみよっか。史上最強を目指して何が悪い？はい、まあ2個、星5ぐらいはあるのか、ぐらいの感じですかね。園田3連発。はい、という感じでしたと。で、まあ他のものに関しては、あ、これが一応引けるか。オリバ登場記念ということで、まあ、これも弾けるから、ちょっと、オリバのとこだけピックアップ変えて弾いてみましょう。超大還元祭ガチャですね。100万ダウンドの時に。いけ！こっちからだったら、まあ、もしかしたら何か出るかもしれない。激アツじゃ！さあ、激アツじゃ。史上最強を目指して何が悪い？お、一箇所光ってた、今。さあ、どうだ？2箇所か。はい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 。これあれか、バキの母ちゃんか。そして、あー、バキですね。なるほど。はい、ということで、まあガチャはこんなところにしておくか。なんかチケットもね、いつの間にかいろいろ溜まってたから、ちょっと星6ガチャ回とかはね、引いてみてもいいかなとは思うんだけど、どうしようかな。ちょっと星5以上のやつ引いてみるか、一回。26枚も溜まってるから、ちょっとせっかくだからね、動画の中で引いてみましょう。さあ。史上最強を目指して何が悪い？まあ、といってもね、星5、自体がね、なんかどんどん上のレアリティ出てきてるから、星5確定でもあんまり嬉しくないぞみたいなところもあるんだけどね。多分ね、星5以上確定だから6とかも出るんだとは思うんだけど、まあでもそれが出る可能性っていうのはかなり低いんだろうなという感じですね。史上最強を目指して何が悪い？まあでも20連したら1体ぐらい星6出ないかな。それもないぐらいなのかもしれないけど、はい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 。まあまあまあ、ちょっと、なさそうですね。はい、じゃあ、あれか、星6確定ガチャ券買い、こちらもね、11枚あるんで、まあこれ10連して、とりあえずガチャは閉めましょう、一旦。
激アツじゃ。さあどうよ、激アツおじいちゃん来る。まあ、史上最強を目指して何が悪い。あとは比較的新しいものが出てくれるのを祈るのみと。さあどうよ、私は一向に構わん。私は一向に構わん。列かよ。はい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 、列さん来ましたね。オッケー。まあキャラ的には嬉しい。結構古いんだけどね。まあニューだとね、ああやって演出が入るから、それはいいね、というとこですね。まああとは持ってるやつだったら、まあ重なるから、ああ、なるほどね、と。こんなもんですね。強根確定5枚も引いちゃうか。ちょっと10枚貯めて引きたい気もするけど、いつになるかわかんないからね。激アツじゃ。さあ、こっちは何が来るかな、と。史上最強を目指して何が悪い。まあ、バキの方に関してはね、本当月一の新キャラ確認以外はね、あんまりね、ガチャも動画に今してなかったりもするんだけど。バキの顔はいでやるよ。お、これは、あー、シコルスキーシコルスキーが来る。はい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 、なるほどね、と。あ、これあれか、ジャックと戦った時の、なんだ、ジャックと戦った、あ、違う違う違う、これあれだ、プロレスの人ちょっとね、名前がパッと出てこないけど。驚いたね、坊や。驚いたね、坊や。くしくも同じ構えだ。これは花山戦ですね。花山戦のスペック、そうか、死刑囚、持ってなかったとこが、2人来ましたね。バケーション中だぜ。さらにバケーション中だぜ、何のようだってことで、海パン裕次郎登場。海パン裕次郎聞けましたね。塩漬けの名で呼ばれし陶器いにしえの大地に立つ戦士。ほい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 。おお、ピクルゲットはなかなかいいんじゃない。このピクルはどうなんだ。新しい方だったか。ピクル何体かいるんだよな。そしたら、ちょ、一旦新しい、強根ゲットしたところはねセットしたい気がするので、古い方何体か外して、古い方何体か外してこっちを、セットしておきますか。あれ、この時はあれか、別でいるか。そうだね。列海王とかも演出はあれだったけど、持ってるような気もするが、あれ違ったかな。まあいいや、とりあえずこれで OK で、一括進化で進化できるやつは、くっつけてしまいましょう。ほい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 。OK、パワーアップした。さらに、一心土体レベルもちょっと上がりますね。手動で、進化できるやつ他にあればちょっとしておきますか。はい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 。まずはバキの母ちゃんをくっつける。あとはあれ、ちょっと待って、ゲバル、あーでも強根のゲバルは持ってなかったのか。で、スペックとシコルスキー、はい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 、なるほど、なるほど。まあ、こんなもんか。一応ここくっつけときますか。あれ、目覚めの層が足りない。まさか、そこが不足するとは。あれだな、他もちょっとくっつけられないけど、まあいいや。とりあえず今くっつけられる分だけくっつけましたよということで。ほい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 。まあ、この辺も一括発動しちゃいますか。オッケー。
お、結構いっぱい発動したな。よしよし、体力、攻撃力、素早さ、まあだいたい 50% ぐらいずつ、バフがかかるようになってきましたね。そうね、あとは、ちょっと編成の方もお任せにしたら変わるかなということで見ると、ん？そんなに変わらないのか。編成自体には変更ない感じですね。支援の方はどうでしょう。あー、花山が加わるぐらいか。っていうかあれか、俺が各界を外したからか、今のはむしろ。サポートで新しくセットできるものがあったかどうかもちょっと見るけど、まあなさそうかな。まあ裕次郎もあれだよね、こっちで別に問題ないよなちょっとね、まあよく分かんなくなってるとこもあるんだけど、まあこんなとこですかね。はい、ということで闘魂紹介見てみましょうか。今月増えたのはこちらですね。ビスケットオリバーめちゃめちゃエフェクトがめちゃめちゃかかってるけど声ないんだ。ほー、眩しいぐらいだわ。なるほどね。で、今回あれだよな、引けた教訓で見ると、このピクル引けたのかな。なるほどね。そうですか。まあ基本に関しては、とりあえず増えてはいないし、バキと裕次郎以外はねないですよという形ではあるし、あるんだけど、そっかまあね、ぶっちゃけ キングオブソウルに関してはね、月一の新キャラチェック以外毎度言うんだけどやってないから、もうよく分かんなくなってる部分もあるんだけど、まあでもあんまり上げてる人もいないし、まあ月一で加わった新キャラ、チェックするぐらいはしてもいいかみたいなね、そんな感じですね。まあだからね、ちょっとね編成とかもねいまいち、まあなんだろう、しっかり選んでる感じでもないんだけど、まあでもね、ちょうど一歩の方と似たようなところもあるし、まあ少しねログインして様子見るぐらいはいいかなとかね、そんな感じですね。そう、この辺もねちょっと動画外で実は引いたんだけど、しばちはるとかね、この辺は、動画撮ってない時のガチャで出ちゃったやつではあるんだが、ボイスないねこっちも何も言わず喧嘩買ってくださいということで、ね、これあれだよな、バキに目つぶししてこいって言って、あ違うな、バキに目つぶしをして、ゴキブリダッシュしたバキに目玉で指を折られた時のしばちはるですよねこれ。何も言わず喧嘩買ってくださいってバッキーに、挑みまくってた時のやつだと思うんだけど、いやなんかね、どの辺までキャラが出てくるかがいまいちわからんのだよな。アニメがなんかあれでしょ、ネットフリックスかなんかでやってて、そこまでのキャラが出てるっていう感じだと思うんで、原作にねどの程度追いついてるかがよくわかってない部分はあるから、まあキャラもね、あここら辺まで来るんだみたいなのがあったりなかったり、
してますね。武蔵とかはそろそろ出てくる可能性あるのか、どうなんだろう。とか、そんな感じですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。